な食器棚食器棚は食器を収納するための棚である。水やタンス、または略して水屋と呼ばれることもある。水やとはもともと水を扱う場所の意である。木製や合板製、プラスチック製の食器棚がある。アメリカ風やヨーロッパ風、アジア風などの種類もある。以前はカップや茶碗を入れる、ただの棚だったが近代になるとドアがつくようになった。 今では家庭に必要な家具として使われている。地震発生時には食器棚が大きな音を立て、巨大地震が発生した場合は倒れることもある。震度4で食器同士が音を立て、5強で棚の中のものが落ちるとされている。ネズミハイラーズは日本の木製の食器用の土棚である。また、多くは食品の収納庫としても用いられ、中に収納された食品を ネズミ街から守るためにネズミが中に侵入することができないように作られている。現在では冷蔵庫にその役割を譲っている多くの場合は台所に置かれる。大きさは様々であるが、幅2尺5寸ほどないし4尺ほど、奥行き1尺3寸ほど、高さ4尺ほどのものを上下に2つ重ねて用いられることが多い。収納のために引き出しや引き違い度が配置される。 多くの場合は、下の二段には引き出し、上には引き違いの板戸、中央の右にはケインドン、その下に小引き出し、中央左に腰付きの組子の引き違い戸である。組子の内側には寒冷車が貼られ、これが冬には板戸に変えられる。後に組子の内側には夏冬ともにガラスがはめ込まれる。構造としては見かけかまち組で、材料は全面はけやき。 他の面は、杉の4分版が多く、仕上げは高級品では、漆塗りのものもあるが、一般的には、着色ロー、磨き仕上げである。ありがとうございます。